せーの、ラジさん、まるです。あかりです。今日も動画見てね。はい、今日の動画は、今日は男のモテる年収発表しまーす。イエーイということで、前回ではないですね、最近の動画でマッチングアプリでモテる男の年齢をズバリ発表した動画があります。もちろんモテ条件の一つとして年収やっぱり未だに見られます。なので今回はモテる年収はズバリいくらっていうのを発表したいと思うんですけど、これ結構ね、私の予想とは違った。どっちになろう、びっくりした。今回はそれをね、ズバリ発表して、それを聞いた上で、じゃあ実際どうなんみたいなところをね、対話していけたらいいなって思ってます。それじゃあ、レッツモテる男の年収ということで、前回モテる年齢2つあったじゃん、今回モテる年収2つあったんだけど、その2つがなんと同率だったんですよ。200万まで、200から400、400から600、600から800、800から1000っていう枠で分かれてます、マッチングアプリで一番モテてる年収枠、めっちゃ気になるね。しかも2枠同率がありました。ってことはさ、多ければ多いほどいいわけでもないんだね。そう、どうなんでしょう、ね、じゃあちなみにこの200万ずつの枠でマッチングアプリに分かれてるとして、マイマイはどの枠を選びますか。選びますか。600から800。600から800、これ人気でしょ、多分。多分ね。ラシタバチャンネル発表しますね、うん、まず1位、1枠目400から600。おー、世の中の男性の、平均年収、あの20代とかじゃなくても男性っていう枠でいくと560万ぐらいかな。で、20代とかだと420万とかなんだけど、この400から600っていう枠が多かったです、マッチングアプリだから30代ぐらいがメインの層になるのかな、平均が多分500下回るかもなぐらいだから、まあ平均値か平均よりちょっと上ぐらい、意外。そうそうそう、意外だね。2位、2位の枠が200から400。だからもうまあまあは理想が高すぎる。マジ、その心は。今は相手を探す時点で、共働きで世帯収入として生活ができるかっていうのを真っ先に考えるから、その高収入な男性っていうところにそこまで魅力を感じてない人が多い。で、まあ200から400にしようが400から600にしようが、まあ400万ぐらいじゃん、で、まあ、自分も300万から400万くらい稼ぐとしたら、世帯年収600から700ぐらいになるわけじゃん、世帯年収ってその700ぐらい超えると一気に税金上がるじゃん、だからまあ600とかを世帯で取るのがベストかなみたいな。で、その700が超えると次の段階が確かね、1200万とか超えないと、1000万ぐらい超えないと世帯が、なんか損しちゃうから、逆に。だからこのなんか世帯で考えた時に今600万前後みたいな見込み で、 で自分もまあ稼いでみたいな。へえ、なんですって。マジでびっくりするらしだ。でもね、これちょっとわかんのよ。お金マウント、一番嫌いなの。てかなんか、だから私性別マウントめっちゃ嫌いなのね。で、多分そういう女の強なんか、なんていうの、強い心の女っていうか、我が強い女、あ、間違いなく増えてるのもあるよね。あ、そうかもね。あと、あの結婚に夢を抱かなくなってると思う。ああ、そうかもね。でも確かに女の人もなんか結婚したら仕事辞めてとかじゃなくって、ずっと自分も働くっていうイメージ持ってるじゃん。だったらさ、相手と自分の年収が同じぐらいで対等がいいって思うよね、その心は分かるかも。一緒に年収こう増えていくみたいな方がいいんだろうね。世帯として一緒にステップアップみたいな。確かに、せっかく自分も働いてるのに相手の稼ぎの方が良すぎた場合、なんか自分って何なの、働いてるけどなんか劣ってるみたいな、そうそう思っちゃう。で、一方ね、男性が見る女性のベスト年収200から300。ああ、分かったもん、これはね。対等な関係を築いていきたいし、もう私も変わらず働き続けますよみたいな女の人が増えてる一方で、やっぱり男の人はまだ男性の威厳に憧れを持っているだね。そうだよね、そういうことだよ、結局。だから負けたくないもんね。結構言うじゃん。でもさ、これあの男の人を下に見てるわけじゃなくてさ、男はもうずっとガキだからみたいな、女の子の方が大人なんだよ考え方が、5歳女の方が精神年齢が上みたいな、言うじゃん。
ゃん、うん、だからもう女の方が多分そのマッチングアプリやってる年代、うん、20代とかのうちにもう割り切ってるんだと思う。私も稼いでいかなきゃ。女性が強くなってるな本当に。本当にね、なんか良くも悪くもって感じの結果だよね。いやそうだね。えでもさ、どう、自分だったらさ、例えば自分と同じぐらいの稼ぎの人で、まあ、対等にやっていく感じ、うん、もう全部割り勘、うん、イメージはね、うん、みたいな感じでやっていくのか、もうなんかめっちゃ稼いでる、もうもはや、うんうん、もうめっちゃ稼いでて、正直稼いでるマウントもまああるよっていう、うん、でもなんかお金とか全部出してくれるし、うん、なんかいっぱい物とかもくれるみたいな、うん、どっちがいい？めっちゃ稼いでる人がいい、うん、だよね。えてか逆になんかちょっと私より稼いでる人やだ、本当にマウントだって思っちゃうから多少年収違ったとしてもマウントとか取んないでほしい。ああそうだね、マウントね。俺マジで仕事やばいからみたいな、うん、仕事頑張っててズバ抜けきってない高収入の人たちって最近はなんかさ、俺が払ってやってんだからとかはダサいから絶対言わないのね、うんうん、でもなんか忙しマウントってわかる忙しマウント忙しいよ取ってくんのよ、うん、さ、俺今からもう一回会社行かなきゃいけないんだよ、うんうんうん、普通の雑だったらいいの、うん、あそうなんだみたいな、大変だねって終わればいいのに、いやもう本当にみたいな、だからこんな時間に家にいるなんて本当ありえないよみたいな、なんかちょっとなんていうの、一、うん、個皮肉ってくれる。あしかもさ、なんならさ張りに行けるじゃんこっち、うん、そんなん言ったら朝の9時からさ、あの夜の8時とか9時までさ会社で働いてさ、そっからさ2時ぐらいまで編成してさ、うん、4時間5時間寝てさまた出社してんだこっち、うん、でもこっちはさ、あの YouTube やってますとか言ってないからさ、うん、家帰ってさなんかゆっくりしてると思われてるんだよね。そうそうそう、でもまあ言わないけどね。そう、あとなんか恋愛時してる人に YouTube やってるって言ったとしても、あの今何してんのって言われて、本当はね、本当は家でもやってんの、えなんかゴロゴロしてるみたいな言うわけ。編集してる女ちょっとやばいかなと思って。だってさ、もう家帰ったって言うとするんだよ、仕事終わって、うん、もう家帰ったイコール相手にはゆっくりしてるんだなって思う。そう、こっちは急いで帰って急いでもう MacBook 開いてこうやってやばいやばいやばいってやってるわけじゃんしかも夕飯食う時間もなくてさ、おにぎり食べようやばい、うちら本当に忙しいマウント撮ってるんじゃないだから女の人もなんか強くなってきたし、仕事できるようになって、やりたいことできるようになってきてるから、そこで男の人が上に立てなくなっちゃったんだよね。でも確かに給料水準は高いし、あの女の人より仕事に力を入れる力が強いっていうか、うんうん、仕事に熱を入れる能力がすごくあると思ってんのね、男性って、うんうん、だからその分、あのこれはもう男女格差とかじゃなくて、仕事にすっごい熱量高く向き合える才能が男性の方があるから、うん、昇格もめっちゃするし、うん、確かに給料もめちゃめちゃ稼ぐと思うんだけど、うん、その忙しいマウントとか取んないでほしいだから結局マウント取んないでほしいんでしょ。マウント取んないでほしい。忙しいマウントね、こちらもマウント取んないから、うん、取んないからラーシータはいってな感じで、皆さん程よい年収で女の子たちはもう満足というか、もうむしろ平等を求めてるようですが、でも女の子は相変わらずわがままなので、平等を求めながらも優遇してほしいみたいですごめんなさいあ、もう何の話してたか分かんなくなっちゃったけど、まあ女って結構わがままなんですね。ごめんなさい。チャンネル登録と高評価お願いしますその他 SNS のフォローもお願いします。じゃあまた見てね。